看護師してました。7人ぐらい、ほぼめっちゃ出ます。結構普通に喋ってる時ぐらいは出しちゃいけない場面で出したらいい誰かいる時とか友達と4人で寝てる時とか、いつも通りですバレました気づくよそれはって言われる気づけって思ってるあります。なんか引くぐらい出る時もあるしって感じ足の踏み場ないぐらい、ベッドとか床も普通にホテル？ああ、すごーいみたいな。ああ、出たなみたいな。酒飲みすぎたかなみたいな。めっちゃ飲んでたら寝やすいかも。お酒飲んでする方が楽しい。私はお酒飲むとハッピーになる人だから、イエーイみたいなお持ち帰りされるんじゃなくてする側がいいです。なんかされるだとホテル行くみたいな感じじゃないですか。自分で連れ込むの方が楽しい。記憶ないみたいな、もう記憶なさすぎて、パッて一瞬記憶あるのがその人がとかおーって思う全然してほしい、記憶の回収させてほしいでもなんかすごい出てたよとかそういう系かな、記憶ないけど来てます。V だけ残ってる。昔付き合ってた人に V はあった方がいいんじゃないみたいな言われて残してたんですけど、もうなくしてもいいかな別にそんな何も言われないかも。別々がいいです。別の方がしません？もう別がいいなんか洗ってる姿別に見られたくない別に何でもいいです。そこは全然気にならない。なんか自分のことだけ考えてないみたいな、ちゃんと人のことも思いやれる人、もうだから誰か分かんない人って家にいるみたいな。でもなんか一緒に飲んでた記憶はあって、だから一緒に飲んでた人だなみたいな。私何してましたっていう、めっちゃ酔っ払ってたよって言われて、ああそうだよなーみたいな。なんかほんと歩けないぐらい多分ベロベロで一緒にタクシーしてくれて、それで乗せてるっぽいですそうなんですよね。いっぱいあります少ないかも。週3とか昨日なんかする前にしちゃったっていう。
たくなっちゃって。あ、めっちゃ良かったです。で、前から顔見えた時、我慢してそうな時、なんか震えたりするやつ。3、4、5それぐらい。そう、振動、振動、振動。は一点型みたいな。で、震えるやつは、まあ、どこ当ててもみたいな感じ。ビデオ見て。女の子が S みたいな。そういうのも好きだし、でも何でも見ます、基本的に。ジャンプしたのは小学校6年生ぐらい、思い始めたのは幼稚園生ぐらい。なんか全て当たって、小学校6年生の時はなんでなんだろう、本かなんかでそれが、あ、そういう行為なんだっていうのを知ったかもしれない。布団ないです、全く。何回だろう、30回ぐらい。めっちゃ M の人みたいな。え、何歳なんだろう、40歳ぐらい。めっちゃ楽しかったですよ。うーってなってて。ないです。ないかな。ないけど、出かけちゃうとかは。Tシャツとズボン。履き忘れちゃって、そのまま新幹線で名古屋まで行っちゃったりとか、全然やるか。結構ある。でも髪長いか分かんないから。今日はちゃんと出かけてるって決めてたからつけてきました。黒です。なんかいつもシャワー下着ってさ聞かれるけど、あんま可愛くない下着買わない。うん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。